第81回リアルスピリッツメインイベントフライ級8回戦を行います。青コーナー34戦29勝22 KO 勝ち4敗1引き分け109パウンド2分の1フィリピン元 OPBF 東洋太平洋ライトフライ級チャンピオンWBC 世界フライ級15位ジョナサン・タコニー、一階級上の世界15位です。強打者ジョナサン・タコニー30勝目を狙います。赤コーナー20戦17勝 6KO 勝ち3敗110パウンド4分の1新生所属 WBO アジアパシフィックライトフライ級4位元 OPBF 東洋太平洋ミニマム級チャンピオン元 WBO 世界ミニマム級チャンピオン山中世界へ。大阪堺市出身山中龍也、奥様彩子さんが見つめています。ジャッジ先ほど涙が見えました。同じく池原信人、さあこの神戸市立中央体育館レフェリー松原、2018年7月ビッグサルダールに右を食らって敗れた世界王座を失ったその会場でもあります。さあ久保俊さん、そして長谷川穂積さん、お二人を迎えてお届けしてまいります。長谷川さん、はい、今お気持ちどんなところでしょうか。まあそうですね、あのいつも通り、集中して戦ってほしいなと思ってます、はい、その戦いが見せられればという、これはライトフライ級での戦いを見据えて復帰第2戦、お互いこれリング中央を譲らんというところでしょうか。サウスポースタイルがタコニンです。さあ久保さんにも伺いましょう。まあ今現時点山中選手の動きだったりどんな風に見えてるんですか。あ、いいと思いますし、山中選手が龍也選手が理想としていたものの動きかなと思います。だけど理想が正解になるとは限らないのはリングの上ですし、瞬時の判断をしてやっていってほしいなと思います。長谷川さん、本当に難しいというところはやっぱりそこなんですね。そうですね、まあただ龍也自身サウスポー苦手としてるわけでもないですし、はい、まあ、僕とマスボクシングスパーリングみたいなことをしても、はい、器用に戦うので、まあ、僕はあんまり心配は正直してないですね。そうですか、はい、まあ、相手のパンチをもらわずに自分のパンチを当てるスタイル、そこからさらに未来を構築せんという世界への戦いです。開始からこれ1分15秒が過ぎました。で長谷川さん、タコニンの一発はまあ警戒しなければいけませんよね。そうですね、まあ、一発は警戒しないといけないんですけど、今みたいにボディからボディからで、前半はいいと思います ね、まあ、これ戦略なんですね。そうですね、追いかけてくるステップワーク、かわす時計回り、そして今度は後ろへ左、タコニン一発当てました。山中龍也選手っていうのはこうして足もうまくこうステップ踏んで使えるので、はい、そこもまあ彼の長所になりますね。まあ、本当にセンスもあるというふうに長谷川さん以前おっしゃっていましたね。そうですね、あの本当にまあ海外の選手でいうミゲール・ポットのような戦い方を、はい、まあ、実は彼も意識していると言ってたので、はい、まあ、できるので、はい、ディフェンスうまいんですよね。そんなにまともにパンチもらわないので、はい、まあ、今の戦い方で、まあ、前半行ってほしいなと思います。まあ、それから長谷川さんのように、まあ、コットの名前も出ましたけれどもね、世界王者になって、まあ、10回ぐらい防衛したいなんていう風な夢も語っています。それを現実にと27歳、この辺りの動きっていうのは久保さんどう映ってますか。あ、本当に長谷川さんが言われた通りだと思うので、はい、はい、長谷川さんが来て久保さんちょっとこういやちょっと熱くなってきたというふうに先ほど、ね、話をしてましたね。そうですか、まあ、新生ボクシングジムの世界を制したリング上山中、放送席には2人、長谷川さんと久保さんです。
長谷川さん、タコニンの動きっていうのはこの時間帯どうですか。まあ、タコニンはいつも通りの動き方はしてますけど、はい、ロープに詰めて攻撃したいんですけど、なかなか龍也のやっぱ足さばきがいいので、はい、それができてないという印象はありますね。第1ラウンドが終わりました。さあ、これを長谷川さんにスローで分析していただきましょう。タコニン前に出てきましたがね。そうですね、まあ、前には出るんですよ。ただ、はい、今みたいにうまくこうサークリングしてパンチをもらわない、はい、戦い方をしているので、まあ、リアとしたら前に出てきたけどそんなに怖さはなかったんじゃないかと思いますね。さあ、そのお話の後になりますけれどもね、久保さんはどう捉えましたか。あ、けど本当にそうだと思いますね。はい、タコニング選手もやっぱり左中心でやっぱ狙ってこようとはしているので、はい、まあ、その距離感も一覧ダメでも把握してるし、途中で右待ってましたし、リュウヤがいいかなと思います。はい、まあ、本当に表情落ち着いてますよね。まず、はい、第2ラウンドのコールです。会場はさまざまな思い出のあるこの神戸市立中央体育館、リアルスピリッツボリューム81です。市川さん、はい、どうぞ。赤コーナーなんですけれども、1ラウンドセコンドから前の手、いいジャブだいいジャブだという声が頻繁に飛んでいました。赤コーナーリングサイドリポートは中野源アナウンサーです。長谷川さん、伺ってこれ聞いてどうですか。そうですね、前の手でうまくタコニの入り際をジャブで抑えていると思いますし、ここが飛び込んでくる、まあ、タコニもこう上体を揺らしながら強引に今みたいに振ってくるので、まあ、ここは気をつけたいですよね。ちょっと、まあ、ごちゃごちゃの形になってしまってもというタコニなんですね。そうですね、あと、まあ、サウスポー右なのでバッティングもありますから、バッティングも気をつけながら、はい、今みたいにこうリングをサークリングしながら戦ってほしいですね。はいはい、こう右側に動いているのが赤いグローブの山中、まあ、打ち合いになることは自分のスタイルではないんだけれども、まあ、そうしなければいけないならばなんていう言葉も残しています山中龍也。これ右のダブルから左、ちょっとこうダディ気味にボクシングを見せるタコに左ボディ、山中えぐってきます。久保さん、今うなずいていらっしゃいました。あ、すごい良かったなと思って、はい、右強振、この辺りは、はい、まあ、フィリピンの選手というのはこういうふうにこう上体を、ね、揺らしながらゆっくり揺らして左から攻撃したり、その揺らした勢いを使って右から攻撃したりと、ここさまざまな攻撃してくるので、それを見てしまうとどんどん来ますから、今みたいに動きながらジャブを出して自分のペースを作っていくという戦い方は大事だと思います。タコニはならずといきたいんですが、山中タコニの青いグローブ、拳も顔面を時折捉えます。よく頭の位置を動かしていきます。ジョナサン動かしたのを利用してパンチ打ってくる、はい、そうですね、ここ振り子、そうです、振り子のようにして打ってきます、ね。はい、ですからこの右のボディ打ちなども含め、まあ、全くこうスタイル違うっていうのがこれ久保さん改めて分かりますね。そうですね、はい、うわ、でもこれも追跡、その拳追い回すようにしてタコニンです。動かしてディフェンスにもなりますし、はい、プレッシャーもかけやすくなります。はい、フィリピンの選手、特にサウスポー選手が多いのはこういう戦い方ですよね、はい、そうですね。また長谷川さん、そのタフだったり打たれ強い、体が強いっていうところ一つありますよね。そうですね、だから、まあ、ボディから崩していけたらいいですよね。はい、ここも右から、ケンシロウ選手に以前世界王座チャレンジがありましたタコニン、それに対して今度は左に動いていきます山中龍也。強振が鳴りました。このフックの嵐かわしていく、この辺りは、まあ、こうやって目を鳴らしていくという時間でもあるか、右を打ち込んでいく、ここでラウンド終了のゴングです。さあ、このラウンドまず印象はここ久保さんに伺いましょうか。どうでしょうか。あ、まあ、はい、あ、すいません、けどタコニ選手もずっと前進してくるので、まあ、けど龍也選手も自分で距離を保っているし、まあ、いいかなと思います。まあ、この前進的優位なものが次のラウンドからどう現れてくるのかなっていう、はい、もう今リング凝視するようにされてましたね。そうですね、すいません。さあ、長谷川穂積さん、はい、いかがですかこのラウンドは。まあ、タコニの動きもだいぶ龍也選手分かってきていると思うので、まあ、1ラウンド目よりはやりやすく戦っているように見えましたね。ただ、まあ、細かいパンチですけどやっぱもらっているので、そこは注意はしたいですね。
まあ、以前ですね、前回の試合前、スパーリングと試合は違うと、ハードルを上げすぎるなというアドバイスあったのが長谷川穂積さんでした。で、試合が始まった時、あ、これかと思ったとゴングが鳴った瞬間感じたというのが山中龍也選手です。第3ラウンド、あの心持ちはどうか。これ左右のパンチ、青いグローブ、ジョナサン・タコニハードヒッターですが、それを見て中心に置いて山中がよく動いています。まあ、今も左に動いたり右に動いたり、はい、こう動くポイントも変えてるのもいいですよね。左だ、熱くなった。でもさらに動きを増してくる、速くなってきます。まあ、うまく状態でかわしているので、はい、まあ、またとはいないです、ね、有効打ではないというタコニンのパンチ、まあ、山中ギリギリのところでですよね。あと、まあ、こうして空振りさせることによって疲れるので、はい、まあ、ガードの上から打たすと、はい、一応当たってるからどん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 相手も勢いくるので、はい、まあ、こうして空振りさせることはすごく大事です、まあ、そうやって力も使わせて自らは精度をさらに高くですよね。テクニックで山中左リードジャブ、この基本的なところ、右打ち下ろし、そうですね、またよく動いて右、体勢崩れてもしっかりと鼻のあたりに当て込んでいきます。右ストレート、ガードも硬い。このラウンド久保さんの目にはどう映ってますか？あ、はい、全然いいとは思います、まあ、けどタコニング選手ってやっぱり振って体がどっかに触れてしまったらその連打が来るので、そこだけしっかりブロックして、はい、やっぱりもらうと怖いので、そうですね、はい、第3ラウンドも残り半分、まあ、動きながら反動をつけて、これもそうです、左から連打、タコニンボディ打ち、ちょっと右手でこうクリンチ気味、抱えて左のパンチもあります。まあ、しかしこのままの動き、タコニン続けることができるか。35歳対山中27歳です。まあ、そうですね、さっきも言ったんですけど、やっぱ空振りさせることで35歳、年齢的にもね、どん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 後半疲れてきますから。そうですね、まあ、前半はできるだけもらわない、空振りさせる戦い方を僕はしてほしいなと思います。あ、そうですか。まあ、現在 WBC 世界フライ級15位というのがタコニン、これも追いかけてくるボディ打ち、階級一つ下ライトフライ級は山中です。まあ、そういうところも長谷川さん、いろんな要素にはなってくるでしょうけれどもね。まあ、そうですね、ただ、まあ、一つ上ですけど、はい、ゆえも体が大きい選手なので、はい、そんなに苦にはしてないと思いますね。そうですか。こうやってしっかり相手を見ています。動く、両手を上げながら、ワンツー、遠い位置から長谷川さん、よく当てますね。そうですね、まあ、フラスターとすぐに自分の攻撃をするというのは、はい、ペースを取るという意味でも非常に大事なことなので、はい、いい動きです、うん、振らせた後、そうですね、そこを穴として見ました。突破口にできるか、さらにこの後の山中龍也です。さあ、 VTR ご覧いただきながらまた振り返っていきましょう。ここですね、長谷川さん、右、うん、いいですね、はい、まあ、龍也自体すごくパンチがある選手ではないので、こういうふうに少しずつ少しずつ相手にダメージを与えていって、だんだん弱らせていくのが理想の戦い方だと思います。はい、これ聞いてみましょう。はい、4回目、はい、先に詰まったら、はい、もう先に出てまう、なんかポーン見せてらシュッと、はい、まあ、合わせれるんやったら合わせちゃいけど、はい、長谷川さん、先に見せてしまうというのと、合わせられれば合わせようということはありましたね。そうですね、まあ、見せるというのは見せて相手が振ってきたところに、まあ、合わせやすい打ち方してますからね、タコニンは結構大振りで、顎を上げて打ってくるので、うまく合えば一撃 KO もありえますね。はは、まあ、それこそ、まあ、スタイルの中に、まあ、一発はないけれどという進歩なんでしょうね。KO ができればという、ここまで山中は6つの KO 勝利を収めています。市川さん、はい、どうぞ。アクサイド山中選手コーナーなんですが、ラウンドで2ラウンドの間にですね、非常に今足が使えていると、そのまま行け最高だというふうに言っていました。そしてラウンド間の言葉に、まあ、はっきりとした口調で、はいはいとうなずくような、そんな山中選手です。ありがとうございます。まあ、本当に長谷川さん、そういう感じですよね。そうですね、本当にいい動きで戦えてますよね。はい、
右、こうやってボディー、いやーまあ久保選手ちょっとこう形崩れてもぐちゃぐちゃになってもっていうところも怖さではありますね。でも多分そうですね、なんかフィリピン人選手というのは、はい、まあ、それを本当に自分の綺麗な形持っています山中龍也。現在 WBO 東洋太平洋ライトフライ級最新ランキング3位という山中です。まあ、これで勝って世界ランカー2という山中の戦い。右左で、ね、タコにも手数が減ってきましたね。やはりこのリュウヤのジャブが、はい、おそらく邪魔になってるんだと思うんですが、ここつっかい棒のようになってますね。そうですね。で、頭振るパターンもリュウヤが分かってきてるので、はい、お右ってきましたか。ちょっと戦いやすくなってるようには見えますね、はい。まあ、でも確かにこういうところも、まあ、久保さん必要最小限の動きにまあ近くなってきますもんね山中選手は。あ、そうですね、はい、右の当てるタイミングも当てるから、はい、ダメージ与えるタイミングで打ってたので、はい、いいジャブですね。このジャブが、ねね、やっぱりベース感で、はい、どん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 、あの相手からするとジャブに集中がいってしまうので、はい、右も当てやすくなりますから、本当によく考えられていますよね、うん、で考えてやってますね。まあ、直線的なジャブがあったかと思えばちょっと動いてこう横からという左もあります。これもそう2つトントンと当てる、そして大きく外から、まあ、タコニがするとこれだけね足動かされると、はい、ロープを詰めてまとめたいんですけどそれをさせてもらえない。でも手出さないとポイントを取られてしまうので、はいはい、考えながらやるにしては戦いにくいと思いますね。そうですね、ちょっとこう頭の中混乱しられませんよね。今ロープ詰めようと思って打った瞬間にはもうリュウヤそこにいないので、はい、いやこれは軽快なフットワーク。久保さんいい動き続いてますよね。あと思います、はい。まあ、タコニも必死に追いかけてきます。タコニにしても今後の戦い見据えてという、まあ、キャリアの中でもですよね。35歳という年齢です。34戦を経験しています。追いかけてくるその背には龍のタトゥー山中龍也との一戦。さあここでまたゴングが鳴らされています。第4ラウンド終了、はい、長谷川さん、はい、山中選手はどうですか、リズムを掴んできましたか。そうですね、だいぶリズムは掴んできていますね。まあ、このままできるだけパンチをもらわず、はい、少しずつダメージを与えていって、はい、まあ、どこかで、いいカウンターであったり、そういうパンチを当ててほしいなと思いますね。あの前回の3年8ヶ月ぶりの再起戦ではまず1ラウンドに右のカウンターありましたよね、はい、そうですね、はい、ああいうふうにまあ狙ってというのは狙ってるんですけど、まあ、どっちかというとナチュラルに出るような、はい、そういうカウンターが今日も出ればいいなと思いますね。まあ、確かに本人そうですね、試合後そんな風に語ってましたもんね。そうですね、まあ、事前に手が出ていたと、まあ、もちろん練習はしている中でという山中の右でした。さあ一つふーっと息を吐き出して山中龍也今椅子から遅れて立ち上がってジョナサン・タコニン右手を前に構えています。試合は第5ラウンド。さあここで久保さんちょっとこう期待していたり楽しみにしているところを教えていただきましょうか。あ、けど龍也が、はい、こうやって足を使いながら強いパンチを打つっていうのを理想としていたので、はい、あ、なんかそこをずっと持続できているのですごいいいなと思って見させてもらってます、はい、このままでいいですか。あ、でいいと思います、はいはい。左追いかけるんですが当たりません。逆に右のボディ、打ってかわしますね。あ、長谷川さん今も体の使い方巧みですね。そうですね、まあ、サイドに回るかなと思ったら逆サイド取ったりとか、まあ、この足の使い方もうまいですね、はい、上体の使い方も柔らかいのでうまくこう空を切らしますね相手の、はい。まあ、序盤にも本当に長谷川さんからそのやられて嫌だろうなということを、まあ、相手が嫌がることをやってるんですよね。そうですね、なかなかね、練習でもできないことなのでやはりこれはセンスも関係してるんじゃないかなと思います。あ、突き放す両方の拳で、そして変わらずオーソドックス左手を前に構えています。これが一つ生命線。まあ、ちょっとね、タコニンの頭の動きが前半よりは遅くなってきているので確かにジャブも当てやすくなるし右のパンチも当てやすくなっていると思います、はい、ちょっとこう、あ、そうそう、あ、もうちょっと、リュウヤはボディをって言ってもいいかなと思いますね。腹ですか。そうですね、はい、もう少し動きを完全に止めてからフィニッシュに持っていってもいいかなと思います、はい。タ
去に見ていますと確かにこう頭の位置ちょっとこう前にステイしている時間長いんですよね。そうですね、小川はよく動いたんですが、いいですね、いいタイミング合ってきましたね。よろしい左ボディテンプルボディフェイントのフックですね。中段の高さから上段へ打って右左によく動きます。小川さんいいんじゃないですか。あ、いいですね、本当に、はい、ストレート、コーバック決死の苦境から蘇ってまいりました。カンバックから2戦目、時が止まった23歳は27歳になって再び世界への道。9戦目、堀内はタコニン、タコニンが追いかけてくる。残り30秒。いやでも久保さん本当によく動きますね、この時間帯になっても変わりません、はい、ずっと変わらず、はい、しかもやっぱり5ラウンド4ラウンドあたりから遠い距離から打ったボディ打ってからやっぱり高木選手がこうやってやっぱり躊躇する時間が増えたのですごい効果的だったんだろうなと思います、そうですね、うん、ボディ打ちアッパーもかわして左フック。タコニンの動き緩慢になるか。サウスポーからこの背中前に出ようとします。上下の動きから左へ、あこの辺りもすがるい動き見せています山中龍也です。さあこのラウンド終わって長谷川穂積さんに再び伺います。山中選手のパンチ、はい、またいろいろ当たってきましたね。そうですね、まあ、タコ自身 も1ラウンド目からスピードはある選手ではないんですけど、はい、まあ、ボディが効いたり、空振りが多くなってさらにスピードが遅くなって戻しが遅くなっているので今みたいに戻したところに少しずつですけど、はい、パンチが合うようになってきてますね。確かに今も戻しという点ではこう左手をかばいきれませんでした ね、 そ、 うですね、そこに右を打ち下ろしていきます。だからといって、まあ、パンチがある選手なので、はい、油断してはダメだし、はい、集中して動かないと、はい、一発いいパンチもらうとやっぱりボクシングとは、ボクシングが毛をつながっていくの で、 そうです、ね、うん、常に集中して戦ってほしいですね、はい。まあ、右目の周りタコニンの方はこう紫色にちょっとこう腫れています。さあ試合はここから第6ラウンド10ラウンドあります。ここからは長谷川さんどのあたり注意してみたらいいですか。まあ、今の戦い方を継続してでボディをもう少し多く増やす、はい、あとやはり山中選手のストレートもよく当たるんですけど、まあ、状態がタコに前かがみっていうのもあるので、はい、そろそろ下から打つパンチアッパーをうまく合わせていけたら上のパンチもさらにストレートゲームももっと当たっていくんじゃないかなと思いますね、はい。まあ、いろいろ兼ね合いに光が見えてきそうですよね。そうですね、まあ、ねただアッパー打つのってなかなかねサウスポーに対して怖いんですけどね、そこは勇気を出して、まあ完全にこうタイミング分かってからでいいんですけど、ね、はい、お近いところでアッパー、これはでも久保さんタコニンが荒々しく来ましたね。そうですね、はい、まあ、タコニンはこれしかないんですよ、近くで思いっきり振るしかできないので、動かれるとやりにくいので、もう近づいたら思いっきり打ってとりあえずポイントを少しでも取れるようなホームページに来るように思いっきり打ってるイメージですね。今でもその後タコニンの突進に対してはジャブをしっかり山中当てますね。そうですね、まあ、このジャブもいいですし本当にボディもいいですから、はい、前に出るところ右のストレート、残り1分40秒を切りました第6ラウンドです。左のリードジャブ、そしてここも組んでから前に突き放すのは山中の方です。この試合に向けては福原達也さんとの世界戦にも来てくれた元世界王者ペドロ・タドゥラン選手と3週間スパーリングも積んできました。まあ、美佐子ジムの星山明選手、それからフィチュールジムの森野大地選手もそうですね。まあ、いろんな、ね、パートナーとスパーリングするってことは、いろんなタイプとスパーリングするってことなんで、はい、どんな対応にもできるということですから、非常にいいことですよね。そうですね、ナイスジャブという声、ちょっとやっぱタコにも、ね、空振りが多くて少しずつ疲れが出てますから、ジャブをもらい出してますね。はい、そうですね、これその後は右のストレート、久保さんいかがですか。ここまですごいいいと思います。まだ今のボディストレートも良かったですし、はいはい、ボディが出だしたというところありますよ ね、 うすね、はい、またうわこれ打ってくるフックかけるように、そしてすぐ動いていきます。その場にはとどまりません山中、止まらないようにまたより一歩一歩の幅が大きくなってから潜るようにして左、
相手に打たせてからまた距離を取る絶妙の前から右のストレート、離れたところからも拳を届けてきます山中龍也。残り10秒を切っています。タコにも追いかける、でもこの右の拳は空を切る。逆に左リードジャブ山中、ここで第6ラウンド終了です。さあコーナーに戻っていくときもよしと勢いをつけて帰っていくように見えました山中龍也です。そしてこちらは一瞬タコニーの表情がありました。今ジャブにちょっと合わせ出して山中の攻撃シーンです。長谷川さんいかがでしょう。そうですね、まあ序盤からこのパンチ遅戻りが遅いときに右ストレート当たっているので、まあさっきも言ったんですけど今度家具と変えてフックであったりアッパーであったり、はい、ちょっと違うパンチを狙っていってもいいのかなと思います。まあ、これは結構芝の欲張りなことを言ってますけどねなかなかもうこうなすべきこといろいろやりきってはいますよね。そうですね、もう今の戦い方で十分なんですけど、はい、まあ、勝手な欲を言わせてもらったらというところです。だから別に今の戦い方でも僕は全然いいと思います。はい、まあ、前回の戦いは5回 TKO 勝ちでした。そこから今回は7ラウンド、しかしジョナサン・タコニンは現 WBC 世界フライ級15位というファイターです。さあこのラウンド久保俊さんの見ているところどこなんでしょうか。あ、なんかさっきのラウンドからあの龍也の足のリズムの取り方が止まる時もあったのでちょっと攻撃をやっぱ当たると思ったのでちょっとダメージが出ていこうと思ってるのかなって僕は思いました。あ、そうですか、はい、うん、そうですね、まあ、ちょっと自分からも攻撃行こうかな、はい、前に進めてみようかなっていうスタイルの構えに変わりつつありますよね。こうして少しずつこう行く先変えてるんですね。まあ、どうだ足開いた。ディフェンス7攻撃3からディフェンス5、はい、攻撃5に今切り替わってるところだと思いますね。イーブンですか。そうですね、はい、まあ、これにもう少し自分が手応えあれば、はい、また攻撃のディフェンスをもう少し攻撃をもう少し大きくしてみたいな。左やってタコニンはインに入ってやるしかないということですね。まあ、その流れ断ち切っていけば山中、そして強打には気をつけながらという試合です。このラウンドを入れてあと4ラウンドです。刺すような右ストレート打って左、これもいい、綺麗に大きく華麗に待ってから山中のパンチ。まあ、タコニンはやはりキャリアがある選手で、はい、龍也の考えていることを分かるということもあってそうはさせないように戦っていると思います。そうですね、まあ、そこを今こうロープを背負わせてボディフック山中が放っていきます。まあ、表情顔つきもほとんど山中選手は変わりません。まあ、タコニンはここですね、今被弾した箇所右目の周りがだいぶ変色しています。このラウンド残り70秒切りました。久保さんどうですか。あ、本当に今のままでいいと思います。はい、やっぱりダメージが与えてきているでしょうし、タコニンもやっぱり振ってるってことはやっぱどんどん疲れてると思うので、はい、はい、それがあってこの動きなんですね。はい、そうですね、疲れてるからこそ龍也もう少しボディを打ってもいいのかなと思いますね。はい、また見たいなという気もしますね。山中龍也のそのテクニック、左市川さん、はい、どうぞ。先ほど赤コーナーの山中選手スタイルなんですが足の状態を聞かれて20ラウンドでも行きますというふうに答えました。長谷川さん20ラウンドときましたね。そうですね、20ラウンド見ましょうかやってもらいましょうかっていう気も、ね、その気持ちの上ではですよね。でも、まあ、こうやってですからいろいろ自分の中で確認の作業というのもありそうです。そうですね、まあ、確認しながら戦っていることは間違いないと思います、ね。はい、本当に確認できるということが長谷川さんも嬉しさでも喜びでもありますもんね。そうですね、あの地獄の苦しみからカムバックしてきたわけです。なんとしてもボクシングがしたい、で不完全燃焼だったと。最後は右のストレート、お互いグローブを合わせてコーナーに分かれていきます。同じありますか、山中龍也。今タイミング的に、はい、あれもうちょっと踏み込んで、はい、タイミング的になんてキーワードも聞こえてきますね。綾子さんが奥様が見据えています。あの原料食を作って一緒にそれを食べて減量もして、長谷川さん、まあ、リバウンドも一緒になんていう言葉もありましたね。そうですね、まあ、勝利の後に一緒に美味しいものを食べるっていうのは倍し
構惜しく感じますからね。長谷川さんはその戦った後、世界戦の後などフェイバリットのリカバリー食って何だったんですか？やっぱりお肉とかお寿司とか、はい、食べたいものを好きなだけ食べる、まあ、ラーメンとかもそうですけどっていうのがありましたね。もう勝ってその後ですよね。そうですね、思う存分と言ってもらいたい山中龍也。そして対戦相手はフィリピンから殴り込みのジョナサン・タコニン、キャリア上位。後半戦第8ラウンドです。変わらずこの構えからの2人です。市川さん、はい、どうぞ。その山中選手の奥様の綾子さんなんですが、試合が始まったもう第1ラウンドからじっとまますぐしてはあるんですが、表情を変えずにじっと山中選手の試合見届けております。ここ右当たりました。本当に非常に見据えてらっしゃる家族の前でという戦いですね。まあ、大阪堺市出身兄弟の長男です。相手出てくるからという久保さん声聞こえてきましたね。あ、そうですね、はい、出てきはするので、はいはい、で出てきたその後それを右、ここ近い右で突き放す。まあ、ペースという点では長谷川さん変わりませんか、山中。そうですね、まあ、この守る戦い方でいいかなと思います、ね。はい、右ストライク、さらに連打、これだ。前回は5回連打で決めています。右バター、ここ放つ、ね。ここはちょっとチャンスだからまとめてもいいと思いますね。今行っていい、そうですね、そうですか。まあ、こういう時に冷静にボディを打てればさらにね、上が当たるんですけど、そうですね、ナイスアッパーですね。当たらなかったですけど狙いはいいですよ。一つ振り出していった、まあ、期待でパンチも食らうタコニンなんですが、ここ接近戦。ただタコニンもね、一緒に打ってきますから、そこは気をつけたいですね。そうですね、一回フェインテ入れて今みたいに打たせてから打つとか、はい、ああいううちでも威力となると恐ろしいですからね。そうですね、パンチありますからね。いや本当に29勝 22KO です。右強振、よく見ているボディ打ち、山中腹を貫いていく。さあ、そしてこれがこれファイナルラウンドということですか。10回戦と表示されていますが、さあこれ第8ラウンドです。残り1分となっています。さあ、こうやって変わらず前に出ているジョナサン・タコニン、まあ、最後に長谷川さん、このラウンド終了間際ですね、期待することぜひ教えてください。まあ、そうですね、まあ、これだけ圧倒して戦っているので、最後はダウンの一つ取れたら、まあ、お客さんは喜ぶかなと思います。そうですね、また声援をくれる皆さんを喜ばせたいとも。山中右へ仕留めた。いや、ちょっとこれは久保さん、足タコに止まってますね。そうですね、もうだいぶ効いてると思います、動きも。これはスピードがなくなっています。ただでさえスピード上位の山中、ボディ打ち、ね、ストレート来ましたね、長谷川さん。まあ、ワンツーから複数に打ち方変えた、さらに顔面、これも捉えている。アッパーもよく見ている。ステップバック、全てできることを右ストレートに乗せてくる。さあ、標識が鳴りました。残り10秒を切った。この思い出の神戸で、その思い拳に乗せて復帰第2戦、山中龍也第8ラウンド終了です。さあ、戦いが終わっています。今はこの表情、しゃがみ込んだような体勢からこう給水を受けた山中でした。でこれで、事前はこれ10回戦というように伝えられていたんですが、8回戦ということですね。本来は、10回戦で申請出してたんですけども、ちょっとコミッションと の連携がうまくいかずに、公式では8回戦になってたらしくて、10回戦戦うところにやってたんですけども、急遽今日8回戦になってしまいました。すいません。さあ、この戦いはここまでですね、8ラウンドでというものでした。プレッシャーください。さあ、ちょっと久保さん、はい、綾子さんも安心したような表情に見えませんでしたか、今。もうあれですか、もうそこは勝ち負けよりももう、はい、無事に引いたことが良かっただけだと思います。そこは、はい、家族ってそんなもんだと思うので、はい、ジャッジ田中浩二同じく80対72、ジャッジ池原信人同じく80対72、以上3対0、勝者赤コーナー山中龍也。この思い出の神戸の地、秘密中央体育館で
飾っています。相手はジョナサン・タコニン、 WBC 世界フライ級階級1つ上の15位の選手でした。感動の表情に見えました、白い歯。そして奥様、綾子さんもほとんどもう瞬きしない、その目に焼き付けているかのようにも見えます。二人三脚常時した一戦です。さあ、新生ボクシングジムの先輩であります長谷川穂積さん、はい、今率直にどんな思いですか？いや、まあ、素直にあの大きな怪我なく、はい、勝てたことにホッとしてますね。いいボクシングできたんじゃないですかね。また再び表情を崩しているのが山中です。このあと予定ではインタビューがあります。でも本当にいろいろ攻めるべきポイントだったりディフェンス見るべきところありましたから、どんな風な戦いに振り返るかですね。さあ、マイクです。それでは勝利者インタビュー、山中龍也選手でございます。復帰第2戦判定勝利おめでとうございます。お盆の中お忙しい中応援に来てくださって本当にありがとうございました。まあ、めちゃくちゃ面白くない試合なんですけど、まあ、本来もともとこんな感じだったんで、とりあえず今今日この動けるボクシングができたことにちょっとホッとしてます。まあ、次の試合からはまたこれも取り入れた僕自身の僕だけにしかボクシングを作っていけたらいいなと思います。会長と一緒に試合を振り返っていかがでしたか？まあ、やりながらめちゃくちゃ面白くないやろうなって思いながらやってたんですけど、試合前も長谷川さんから、まあ、普通に勝ったらいいから、面白くなくていいからよくは見せずにっていう風に言ってもらえたのがまた今回も大きかったなと思います。山中選手が狙うライトフライ級にはケンシロウ選手、京口選手などいますが、ターゲットにしている選手はいらっしゃいますか？いや、もう特になくて、会長が組んでくださった試合を一つ一つ課題を持ってクリアしていけたらなと思います。そこからのまあ世界戦に、はい、つなげていきたいと思います。それでは次の試合はどういう試合になると思いますか？次、まだ全然わからないですけど、会長が組んでもらった試合をしっかりとクリアしていきます。それと今年の5月ご入籍されて、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。もう一緒に減量してくれて、減量食も作ってくれて、まあ、おにぎり流の、ね、お店にもずっと入ってくれてて、本当支えになる存在です。今日は試合会場に応援に来ていただくと聞いてたんですけど、どこにいらっしゃいますか？あ、そっちの方に、はい。それでは奥様に勝利の報告をお願いいたします。いつもありがとう。これからもよろしくお願いします。それだけでいいですか？あの、家で奥さんのことは何とお呼びしていますか？あ、綾子って呼んでます。はい。綾子さんは山川選手のことどういうふうにおっしゃってますか？龍君って言ってますね。龍君、はい。ちょっとおかしいですけど。これからも末永くお幸せに過ごしてください。はい、ありがとうございました。それでは最後に会場の皆さんにもう一度大きなメッセージお願いいたします。面白くないボクシングですいません。これからもっと強くなるんで、これからもどうぞ応援してください。お願いします。ありがとうございました。見事判定勝利をされました山中龍也選手でございました。